こんにちは、ランコの母ちゃんです。今日はポコちゃんはい、ポコちゃんポコちゃんの、チャンピオン完成とあちゃんは実はリザーブキャッシュ部をもらって、昨日の神奈川インターはね、親子でワンツーフィニッシュしたのね、うちはね。あ、普段は負けて午前中で帰っちゃうことが多いんだけどで、だから、寒いし近いからと思って置いていったシニアたち、思いのほか長い留守番になっちゃってね。あったかくはしてたんだけどねちょっと寂しかったのね。連れて行けばよかったかなって、あんなに遅くなっちゃうなら。よくお留守番してました。てっちゃんもを祝して、祝賀会をやっていこうかと思います。ミートローフパーティーになります準備はいいですか？いい子に食べれますか？よっしゃ、ご飯まず誰がどれだっけ？量が違うからな。これが G だね。じじ、つまずかないで。 G さんの席はここですな。はい、じきくんこれ。じじ、くんこっちおいで。くんちゃん、くんここ。てんここ。ちょっと待ってね。はい、ぽこちゃん。ポラリス。はい、秋のもどうぞ。あれ、待って、逆だったな。これ逆だ、量が違う。ごめん。ポコのこ、秋のこっち。ごめんね。今。あれ、やっぱ逆だったか？あれ？あーちゃんの方が多いんだけどな。ごめんね、少なかったら行って後で足すから。ねえ、めでたいね。たまにはこんなこともあるんだね、頑張ってるとねもうドッグショーは本当、でもプロじゃないしうちの子が一番可愛いんだけどね、どうしてもハンドリングも下手くそだし、毎回こんなことはないんで、めでたいだね。見に来てくれたお友達がね、ショーの仕組みがトーナメントで勝ち上がっていくんだけど、その仕組みがわからないって言っていたので、ちょっと動画でその昨日のショーを振り返りながらワンツーフィニッシュをなんであちゃんほらね、あちゃんも頑張ったのね。ワンツーフィニッシュをかみしめながら動画を振り返っていきたいと思います。まずはクラス戦でアダルトのメス、2歳を超えたミニチュアピンシャーのメスは今回のショーではポラリス1頭だけだったので、ポラリスは自動的にクラス戦に進むことができます。で、クラス戦でジュニアの1隻の子とヤングアダントの1隻の子と、アダントで1隻だったポラリスと3頭で、どの子がよりミニチュアピンシャーらしい犬なのかを競っていきます。クラス戦でポラリスはジュニアの子とヤングアダルトの子に勝って一席をもらったので、ここでこのチャンピオンになるために集めなきゃいけないカードを1枚もらって、でそれから、チャンピオンたちに挑戦する権利、これ、ウィナーズっていうリボンをもらえます。でウィナーズになったポコちゃんと、あとチャンピオンクラスで今回初めて出陣したエントリーした暁と、あとミニピンのチャンピオンの女の子、この子は去年のペディグリーアワードっていって、ミニピンのジャパンランキングナンバーワンのナンバーワンを去年のショーで取っている女の子でした。で一番最初に走ったのが暁と父ちゃんのペアで、2番目にプロのハンドラーさんと去年のランキングナンバーワンの女の子で、ラストに母ちゃんとポラリスがラウンドしています。ポコちゃん頑張ったのねポコちゃん頑張ったのね、本当にね、本当によく頑張ってくれたなと思って。触診はね今回も本当ダメダメだったんだけどね、本人もポコちゃん自身も分かってるんだよね、私は触診苦手ですってね。ポコちゃんね、触診でああやっちゃったと思うからね、ものすごい頑張って走ったのねもうドッグショーってね、なんだろう、見えっ張りのためのドッグスポーツみたいに言う人もいるんだけど、本当オーナーハンドラーにとってはね、究極の親バカ大賞なドッグスポーツなんだと母ちゃん思うんだよね。だってみんな自分の家の子は誰より可愛いと思ってるし、誰より綺麗って思ってるんだけど、それをなかなか世間に対して「どうようちの子こんな可愛いの、こんな綺麗なの」って堂々と胸張って「うんうちの子どうよ」って歩ける機会ってそうそうないから、うんまあ勝ったり負けたりね、いろいろなんだろう、まあ勝負の世界だからね、きれい事ばっかりで済まない部分もあるんだけど、それも含めて母ちゃんはドッグショーが大好きですね。頑張ってればね、こんなオーバースペシャルっていうのはね、ドッグショーの中では本当一番の名誉というか、どんなに犬でも4回このカードをもらったらチャンピオンになっちゃうわけだから、どんなにいい犬でも4回しかチャンスはないで、クラスドッグが勝ち上がってチャンピオンを、しかも今回はなペティクリアは預けだったからな、相手がもう、帰る気満々、午前中で帰る気満々だったんだけどね、ポコちゃん頑張ってくれたからね。本当ポコちゃんを信じて頑張って練習だけはしてたのね。1年ぶりのショーだったのかな、練習だけはしててよかったね、出てみてよかったね、おめでとうね、ねタロンも喜ぶねきっとね。あはい、あーちゃんもよく頑張りましたね。ねあーちゃんもね父ちゃんポラリスがベスト・オブ・ブリード取ってもう喜んで母ちゃんのところに「取ったな!」みたいに来たらジャッジに「おいおいお前2番だよ」って呼び止められててちょっと笑っちゃったね。私も頑張ったのね。そうね、よく頑張った親子のワンツーフィニッシュ、こんなほんとめったない、もう多分二度とないなこんなほんと応援してくださった皆さんありがとうございました。また、今年はね、去年は5月に出たのが最後のショーだったかな。そっから10ヶ月ぐらい空いちゃってての今回のショーだったから、今年はもうちょっと真面目に、ドッグショーも頑張っていこうかなって、やっぱり、練習したらね本番が欲しいよねわんこの母ちゃんでした。面白かったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。